E-1、e、は、アメリカ海軍の潜水艦。E 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はスキップジャックであった。スキップジャックは1909年12月22日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバーを戦所で、寄港する。1911年5月27日に、DR バトルズ・プジーンによって、命名、浸水し、1911年11月17日に、 E-1、e、と改名。1912年2月14日に、艦長、チェスター・ W ・ニミッツ隊の指揮下収益する。収益の6日後、E-1 は、ボストンを出港し、ニューポートとニューヨークを経由して、ノーホークへ向かった。バージニア・ミサキ沖で4月まで、各種試験を行う。その後、ニューロンドンで手記のオーバーホールを行い、 ニューイングランド南方での作戦活動を始める。9月28日にニューヨーク海軍交渉に入居し変更、補修及びスペリージャイロコンパスの装着が行われ、E-1 は水中試験艦のパイオニアとなった。E-1 は加えて水中での無線通信実験も行った。E-1 は大西洋艦隊船水晶艦隊に所属し、ニミッツ隊員の指揮の下 蒸気の機材の試験及びその他の重要な開発を担当した。ニミッツの経歴の全体にわたって E-1 での各種開発は20世紀における科学的かつ技術的進歩の海軍への導入に重要な役割を果たした。そして、それらの多数が海軍によって開拓された。10月14日 E-1 はノースリバーでの関越式において、 ジョージフォン・レンガー・クマイヤー海軍長官の関越を受ける。E-1 は重要な開発試験の継続と、大西洋艦隊との訓練を5年間継続し、1917年12月4日にニューポートを出港、別の任務のためアゾレス諸島に向かった。1918年1月12日からポンタ・デルガダとオルタの間を紹介し、U ボートによるドイツの攻撃からそれらの島々を、 防衛した。9月17日にニューロンドンに帰還し、オーバーホールの E-1 は新人の潜水艦乗員の訓練及び超音機材の実験を行った。E-1 は1920年3月20日に予備役となり、4月22日にノーホークに到着した。同地で1921年7月18日に通常任務に復帰し、9月17日に フィラデルフィアに向けて出港する。フィラデルフィアで1921年10月20日に退役し、1922年4月19日に売却された。ありがとうございます。